も皆さんこんにちは、梅田信之と申します。いつもご視聴ありがとうございます。藤井風さんがねインスタグラムで、お誕生日の時の、投稿ねされてました。6月14日が藤井風さん27歳の、誕生日だったわけなんですが、英語のね文章が、ございました、27歳、I have no present、プレゼントは今年は残念ながらないけど、日本語の曲、ジャパニーズソング日本語の曲、まあ、あの世界中の方にメッセージってことなんで日本語で歌った曲が、まあ、うまくいけばすぐもうすぐ、お届けできるってことをねメッセージで、投稿されていました。ですね、まあ、1週間経って、まだね発表ないんですが、僕ねこれ撮ってるの今21日の、夜なんですが、まあ、編集して、動画投稿されるのは多分22日土曜日になると思うんですが、なんか僕の勘ですよ、すいません、当たんないですよ、絶対当たんないと思うけど、23日の日曜日ぐらいまで何かしらなんか発表があるんじゃないかなっていう、そんな感じが、しております。なんでって言われたら別に理由はないんですが、うん、まあ、新曲が発表されるってことが分かっていて、まあ、楽しみに待ってるね状態だと皆さんね思うんですが、このね今撮ってる21日金曜日が、夏至、夏至っていうと夏、まあ、暦上、まあ、夏みたいなことになると思うんですが、夏至ってどんな日っていうと、まあ、ざっくり言うと、太陽がねぐーっと昇ってきて、ぐーっとこのねこの日が落ちるまでのこの道が一番長い、要は昼間のね明るい時間が一番長いですね、年間通して。まあ夏至の日だけじゃないですね、なんかおそらくなんか2週間ぐらい期間がねあります。夏至の日が終わってもねしばらくは、夏至の期間というか夏至のシーズンというか、そういうふうに言う、正確にはそういうらしいんですが、一番太陽がね高く昇るんですね、年間通して一番高く昇るんで影が一番ちっちゃくなるんですよね。まあ、逆に冬至っていうのは、冬ね、冬の冬至は、一番太陽が低くね、こうね、低いアーチなんで、影がギューッと長くなるよっていう、そういうことなんですが、夏至があって、22、明日が、ヤギ座満月ってことで、まあ、こういう時って、こう、エネルギーがね、ぐわっと込み上げてくる。まあ、古来からね、大昔から日本人がそういうのを大事にしてきた。日本人だけじゃない。まあ、日本にいた人、ね、各国にいた人、なぜか話し合ったわけでもないけど、夏至のな時の太陽の日がちょうどねここにあるようにこうなんかね建物を建てたり神社を作ったりね岩倉とねなんか作ったりなんかそういうねものをね、夏至とか冬至とか太陽とか月とかそういう動きでね、測っていた、そんな時がございました。僕そういうのすごくね、うん、うまく説明しろと言われたらできないんですが、なんかそういうのってすごく大事だなって、昔の人がねいろんなルールを決めてきた、その時に太陽とか月とか、ね、そういうものを、基準としてねいろいろ決めてきたっていうのをね、なんか日本人は知らないといけないんじゃないかな、そういうの。まあ、ざっくりでいいんですよ。ね。まあ、その月、満月のことに関しても、まあ、本来ね、旧暦で言うと、1日が新月。新月っていうのはね、地球から月が見えてない状態。ね、一直線に。太陽、月、地球っていうこのラインになると反射しないんで、まあ、月が見えない状態が新月。で、15日が満月だったんですね。これも決まってたんです、旧暦では。だから十五夜お月様って言いますよね。それが今はちょっとずれ。ね。ちょっとわざと西暦、旧暦を使えなくなっちゃったんでずれてますね。マルキックでね、お米のね、国からずらされました。そういうことがありました。それはね、日本人知らない。ね。よくわかんない。旧暦とかなんとかっていうとね、節分の日が、新しい年の始まりとか言ってね、なんか、わ、なんか怪しい、気持ち悪いってね、なっちゃうんですけど、いやいやいや、本来ね、そういうの、すごく大事だと僕は思うんですね。まあ、22日土曜日満月なんですが、まあ、このねヤギ座満月の時の、まあ
メッセージ、見えるものよりも見えないもの、どういうことかというと、このコーヒー美味しいよね、このコーヒーあの人がくれた、ありがとう、まあ、そういうことよりも、このコーヒーを飲んでるこのね、私のこの気分が、今心地いい、この気分ね、このコーヒーを飲んだこの私の気分、この気分で行こうみたいなまあざくね、ちょっと例えがちょっと悪いんですが、まあ、このこっちがね、外側にも内側、誰かに何か言われたとか何かされたとか誰々がこうしてたとか、そういうことではなく、自分の中で自分がどうあるかってことですね。この服かわいいよね、あの人気に入るかな、あの彼にね好きって言ってもらいたいからこの服買う、そういうことじゃなくて、私が自分らしく心地いい、だからこっちの服を着たい、だから私はこの服を着ている、まあ、僕なんかまさにそうですが、流行とかね、まあ全部女受けがいいね、ものをかぶるとかね、つけるとか、そういうことはあんましない。自分が気持ちいいかどうかが一番大事なんで、まあ、だから僕ね、そういう、こういう、こんな感じになると思うんですが、なんかそういうのってね、共鳴し合う。ね、みんなそういうタイプの人間と集まってきたりもします。いつもね、異性を意識して、ものをね、選んだり、まあ、今時あんまそういう人いないかもしれないけど、まあ、そういうことではなくって、ね、外よりも内、見えるものより、ね、もっともっと見えないものを感じる、そういうことをもうそろそろね、日本人、もうそろそろ昔のようにそういうことね、大事にしてもいいんじゃないかな、そういうタイミングが来てるんじゃないかなって、思います。藤井香さんっていうね、アーティスト、僕はそういうものをね、何か感じます。だから、好きです。自分のね、我が道、我がスピリッツね、そういうものをね、まっすぐ、わかりやすく、あのね、美しい音楽に乗せて伝えてくれてる人なんじゃないかなって、いつもね同じようなことばっかり言って申し訳ないんですが、まあそういった意味でちょっとね、すいません、ちょっと話がだいぶ逸れたんですが、夏至があって満月が来ました、ちょうど1年のね中間地点のような感じですよね今ね。なのでもうそろそろなんかね、ライブも控えてますし、新曲出ますっていう発表もあったし、なんかこのね、土日で何か新曲のこと発表があるんじゃないかなっていう僕のただのね勘ですが、まあただそれが言いたかっただけで今撮ってるんですが、当たらないとは思いますが、まあもし当たったらすごいって感じで、藤井香さんのジャパニーズソング日本語の曲ってことで、楽しみですね、土日に発表があるんじゃないかなってことでした。以上です。ということで、まあ、あの、満月ってことで、ちょっとね、皆さん、あの、ちょっと覚えてたら、空を見てください。満月にね、まあ、さっき言ってみましたが、自分のね、本当の自分、こうありたいなっていう自分をしっかりイメージして、満月見て、あ、昔の人というか、ね、先代がずっといて、自分がね、ここに生まれてきて、今ここにね、自分が何でいるんだろう、何したらいいんだろうっていうか、やることはできることを一生懸命やる、あの無理をするんじゃないですよ、やれることです、今自分がもともと持っててできることを一生懸命精一杯やるってことを続けることがすごく大事だと思います。僕もそうです、やれることを誰もね続かないぐらい続ける、僕そういう特技がそういう特技がありますんで、やれることを誰もがやらないぐらい続ける、すごくね大事だと思います。それが自分らしさへ向かっていくんじゃないかなって、思ったりもします。ということで、藤井香さんの新曲本当にね楽しみです。また動画撮っていきます。それではまた、さよなら。